どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日はガーシー、今年もジャニーズやるでーということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、今日はガーシーさんが、まあ、ジャニーズの件にね、いろいろお話をし、あ、件でお話いっぱいされてたんで、まあその件をちょっとね、触れていきたいというふうに思います。で、一応ね、1月の8日だ だっけな9日でしたっけ日曜,日曜日に、えー、と生放送で復帰しますよっていうことみたいですけどなので今お正月休みですねなんか家族の方が来られてるみたいでちょっとねなんかガーシーさんがなんか2月ぐらいでしたっけだからまあでもドバイに行って 行ってからを考えるともう1年経ってるらしいんですけどそっからするとまあようやく初めてなんかこう家族も来てゆっくりできるっていう時間が来たって感じでまあいずれにしてもですね昨年の今頃は当然なんか世の中の人はガーシンさん知らないしで2月ぐらいでしたっけバーンと YouTube に出てそっからなんだこの人みたいな形の中でついにあちこちに喧嘩を売りまくりジャニーズにまで喧嘩を売るというねまあそういう形になってるわけですけど で、ちょっとね、えっと、一応お休み中ではありつつ、えー、正月の2日ぐらいだったかな、ちょっとインスタライブ等々でいろいろ触れてたんで、それを今日はやりたいんですけど、で、まずね、タッキーは今年やるんじゃないかって話をしていて、要はなんか、その、わかんないですよ。わかんないけど、本当に裏方に徹しようと思ってたら、あんなにツイッターでいろいろやらないですよね。で、まあ、当初は確かにその、ツイッター登録して、 まあやり方がわかんないんで、プロフィール欄をいじってっていうことで、まあ、ちょっといろいろあったと思うんですけど、まあ、その後いろいろ見てると、<laughs> まあまあ発信力が強すぎの部分があって、普通の人とはやっぱ違うんでね、まあ、影響力ありすぎてニュースになっちゃうとこもありつつですね、ただ、そんな中でスペース始めたんですよね、はい、スペース。で、まあ、スペースっていうのは、まあ、ツイッター上で、 音声だけのね、まあこう、配信サービスみたいな感じなんですけど、あれが結構面白くて、ツイッターで、まあ、滝沢さんが、ね、スペースを開始しますってやって、まあ、滝沢さんの声は出ますよねで。で、そんな中で、えっと、それを見てる人が、こうの中で、滝沢さんが選んだ人は、 その会話に参加できるみたいな風にな,っててそうなんかあ <laughs> のちょっと多分 YouTube かどっかに多分まあそれの録画したやつが落ちてると思うんで気になる方はね探してみるといいと思うんですけどあのあれ <laughs> 私たまたまちょろちょろ聞いたんですけどその面白かったですねなんかその結構1対1のバージョンの時は別に普通だったんですけどな何て言うんだろう,こう人数が何人も入ってなん,なんだろうそのファ,ファンファン まあその選ばれた人がファンかどうかわかんないんですけど、もう滝沢さんを前にして、あ、女性はああなってしまうのだ、みたいなね、また直接会ってないですよ、声だけですけどね、はあ、はあ、みたいな感じになってて、あ、そりゃそうなるわな、みたいな形で、でもそれで、なんか、その、人数がいっぱいいるから、なんか、なんかこう、誰かが喋ってるその反応みたいなやつも入ってて、まあ、その映画なんかちょっとね、あれ、<laughs> ちょっとなんか、 カオスかカオス感っていうのかななんて言うんだろう知らない世界を覗いてしまったみたいな感じですかね。だから、あれですかねだから滝沢さんがなんか例えば今もうイベントやって、じゃあそのなんて言うんでしょうね、こう売店みたいな、こうたまりみたいなとこあるじゃないですか。で、そこにちょろっと現れたら、なんか少しお話しましょうかってなったら、あんなのかなみたいな感じですかね。違うかな <laughs> あの <laughs> まあいずれにしてもですね、まあもう現役から離れてるのに、やっ すげーなと思いましたけどねだからまあ本人の意図は分かんないですけど影響力がどんどんあのやっぱりあるっていうのを自覚したでしょうしだからあのまあ一般的に言うとですねなんかこう1年間はねそのこうお世話になったところに対してまあ同じことやらないっていうかそれが弓を吹くみたい引くみたいな感じになるすご,すごい昔の昭和の価値観っぽいやつがあるじゃないですか。 だからそれを半年と見るのか、まあ、1年とか見るのか分かんないんですけどでも半年って見ると。 なんかね誰かが言ってたんだよ、ね、ジャニーズの場合はなんか半年とかっていう、まあ、まあその辺はね見えないルールなんで分かんないんですけどでも半年何もしないって形になっていくとちょうどねキンプリさんの2人が辞める時と、まあ、重なるんで、まあ、一緒に動くかどうかを置いといて結構ね5月以降そのいろんな動きがね見れるような形にまあおそらくなっていくのかなと思いますけどまあっていうか、まあ、そういうの考えてないとまあ遊び Twitter 遊びでやりつつですね <laughs> な何かやろうと思ったらもうツイッター使っても何でもできるような、まあ、こうポジションをキープしてるんでねまあ、相変わらずすごいなっていう話ですね。はい。であとですねまあ、ジャニーズの闇がやばすぎ問題に関してなんですけどこれは主にねあの給付金問題をさすがにつ言ってましたね。この件はね確かそんなにまあ関心さんはなんかインスタの方でちょろっと上げたぐらいでそんなに突っ込んでないしなんかねこれ私も以前その これだけでやったんですけど2回ぐらいやったかなまあいずれにしてもですねなんかねもう一番どん引くのはどこもやってないっていうか、まあ、や全くやってないわけじゃないんだけどその例えば「文春さん」とか「トースポ」さんまあトースポさんは流してたかなだけど基本的になんかそのお年玉問題その全体でいくと1億いってないっていうのがあそっちの方が大きく あの話,題な話題っていうかそ,のそっちが問題ですよみたいな感じの書き方しててでこれってなんか多分記者は当然知ってると思うんですけど1億超え,た超えると、まあ、一気にその、まあ、国税の本気度が変わるし罪の重さも変わってくるんでだから奥超えるか超えないかって結構大事だったりするわけですよね。でそんな中で、えっと、お年玉の、まあ、経費に入れる入れないの話は奥行ってないんですよね。 まあ普通の報酬で見ると、まあ、その経費に入るようにも見えなくないんですけど何なんでしょうねなんかその本来だったら経費に入れてもいいのかもしれないけどなんかその補助金の方は見逃してもらったからお土産で持ってってみたいな感じなんですかねその辺がちょっと病みすぎるっていう感じで、まあ、いずれにしてもですねなんかどこもやらないのがすげえなと思ってもっと掘ってもいいじゃないですか。 そうだから今んとこそのまあジャニーズよりもっと怖いのがいるのかなみたいな感じでジャニーズの闇ってよりはそういう人たちがもっとつながってるカルテルみたいなとこ,みたいなところっていうんですかね、まあ、そこはさすがに突っ込めないよねみたいな感じになってるんですかねなんかね今もねちょっとねコラボ問題っていうのがあってこれもあんまり深く突っ込めませんか <laughs> これもなんか似たような感じになって ててですね、なんかなんでこんなに法事内の問題っていうのがあるんですよね。これはなんかなんか本当にえっ、ー、とにガーシーさんがこう突っ込もうとし,してる政界あとか N トの立場さんがよく言ってる、ね、政界と経済界と芸能界この3つを結びつけてるそのトップっていうか、ね、その本丸みたいなところはさすがに突っ込めないけどその中の一部の 例えば経済人の誰それがやらかした、芸能界の誰それがやらかした、みたいな、そこはいけるんだけど、本丸はいけないよね、みたいな、まあまだその段階なのかな、みたいな感じで。でも, <laughs> でもね、そんなのあるとしたら、ほんと怖いですけどね。はい、というわけで、まあ、そこがね、ガーシーさん、どこまで迫れるかっていうのが、今年のね、ポイントなのかなと思ってますね。だから、ジャニーズやろうが、何やろうが、まあ、結局、私としてはそ、そこにこう、 行くのかななみたいな感じで、見て,るって感じです、ね、でえっと、山口達也復帰計画っていうのがあって、これはまあ以前から言ってる話ですけどね、川尻さんの周りの人が親しいんだっけな。まあ、あの、えっと、ごぼうの塔の奥野さんですね、ご存知の方がどのくらい増えたのか分かりませんが、えっと、まあいろんな活動をされてる中で、元々もともとはもうすぐお金持ちで人脈ある人です。で その方もやっぱり山口達也さんのなんか復帰計画みたいなのを考えてるみたいでちょっとねこれはガーシーさんも以前なんかその山口達也さんの件も触れててですねだからまああまりちょっとあれ確か有料サロンだったんであんまり言えない気がするんですけどあれ有料サロンでしたっけまあいいやあの <laughs> とにかくそのあれが辞めたっていうことに対しての罰がまあ重すぎるんじゃないかって っていうところですよねで本人は実はめちゃくちゃいい人だっていう話をされてるって感じですけどねこの辺はねなんか私もよく分かんないですねでまあどこまでが事実かっていうのも分かってないしまあその何て言うんだろうなあの飲んでやらかす人いるじゃないですかでよそのってなんか大体がその私は本性だと思ってて。 本書っていうのかな本書っていうか人間ってまあみんな私はそんな変わんないと思ってるんですけど表面上がめちゃくちゃいい人だったりするとその、まあ、ストレスじゃないけどそれが光だとしますよねでも人間誰しも闇があるわけでその闇がのお酒飲むと普段出してないからその部分がそこで勝手にこう無意識が一生懸命動いちゃって爆裂しちゃって飲むと のなんなんだろう。こう、あの酒癖悪い人るじゃないですか。まあ、そういう感じなのかなと思ってるんですよね。で、普段抑えてるものが出てきちゃうと。だから、そもそもなんかこう飲んでも。 普段でもいい人っていうのはそんなにたくさんいないんじゃないのかなってまあまあちょっと思ったりするわけでいい世間的にめちゃくちゃ評価の高いこの人人格者って思われてる人は飲まない方がいいんじゃないかなって <laughs> 思ったりしてるんですけどねでもなんかあるんですよねでこれってまあ同じジャニーズでいうと草薙さんですよね元スマップの草薙さんがあのお酒飲んで裸になっちゃった問題っていうのがあってまあ 普通に楽しくなっちゃっただけだと思うんですけどでもやっぱりあのスーパースターをやってていろいろ我慢してるものがある中でお酒を飲んだ時にちょっともうなんかこう弾けたいみたいなのがファンって出るって感じでやっぱ抑えたものが出ちゃうのがお酒っていうことなのかなって思うんでねはいまあずれにしてもそういうお酒飲んで悪い部分が出ちゃう人は飲まなきゃいいって話で草薙さんが飲んでないって言ってましたねその あのもう二十何年飲んでないっつっててこの間さんまさんの番組に出てきてですねなんか2人で楽しそうに話してて、まあ、その時に、まあ、さんまさんがね木村拓哉さんと長いんで木村拓哉さんの名前出した時に顔がこわばってたのがちょっとリアルだなと思いましたけどいやまだなんかあるんだなと思いましたがまあでも結局でもそのせいでやっぱり今回その地上波、ね、関西 テレビでありつつ地上波に出てくるのにドラマ主演で出てくるのに7年かかったって話ですからねそりゃまあその名前はお前,お前のせいでみたいなのは <laughs> まああるかもしれないしないかもしれないしわかんないですけど顔がこわばってましたねはい。うん という形で、まあまあ、とにかく抑えたものが出てきちゃうんで、だからお酒を飲ま、今、なんか草薙さんみたいに飲まないみたいな選択してるんだったら、もう復帰というか、普通に活動していいんじゃないかなと私は思いますけどね。はい。ということで、えっ、ー、と、そして、えっ、ー、と、次が全ての芸能界が滅ぶって形で、まあ、これはさっきね、まあ、ジャニーズの問題が今、ボアンと出てますけど、あの、もっと、なんか、ジャニーズの場合はまだ、その、うーんと、 正当な悪さっていうか、まあ、そのなんていう例えばあのこの子をそのジャニーズを辞めた人がテレビに出ますってなった時にだったらうちはタレント引き上げますとかよくないことだけどそこに何か自分たちのある種影響力を使って圧力とか忖度させてるって っていうことなので良くないことではあるんだけど反則はしてないですよ反則反則か反則なんだけどでももっとやばいのは芸能界といえばそのいわゆる反射っていう昔はその反射の人たちがバリバリ入ってたんでだからそういうことから考えるとそういう人たちを使う方がやべえじゃないですかでそれはあのー やっぱね、初代、初代っていうか、今のゲーム事務所のね、なんかけ結構生き残りっていうか、その戦後で一生懸命こう立ち上げてきて、いまだにこう頑張っておられる初代の方いますよね。その方々は全員関わってるはずです、それは。で、ジャニーズは逆にそういうのはないから偉いよねって言われたぐらいで、で、そのジャニーズですらこんな闇あるんだから、その、他はもっとね、みたいな <laughs> 話があるじゃないですか。だから、 そのあたりについてはなんかもっともっとなんかもっと闇深いですよね正直闇ジャニーズどころじゃない闇があってで場合によっては人がなん、まあ、言えないことになっているバージョンもまあおそらくあるでしょうっていうことなんでまあ今はさすがにねないとはいえですねいやーまあちょっとそっち うのの闇も出ててきたらもう本当ににっちゃんなななるんじゃないのかなって思いか思ますね。むしろなんかジャニーズが綺麗に見えてくるぐらいの感じじゃないですかね。はい。で、えっと、そして、これ最後に人は絶簡単に変わらんって話がありまして、あの、あ、そうだ、あとね、あ、そうだ、この芸能王国の話なんですけど、先日、正月の2日ぐらいだったかな、に、えっと、 芸芸能能あ、芸能史じゃない、テレビ史か。中田敦彦さんのやっていたその芸能史みたいなあ、芸能誌やテレビ史みたいなのを、まあ、さらにそこにまあこうあの、私の考察を勝手に重ねるっていうまあ、よく分かんないのをやったんですけどそれの芸能界バージョンみたいなやつも一応取、まあ、ってあるんでそれもどっかで出そうかなと思うんですけどなんかあんまり人気ないんでね <laughs> どっかでふわっと出すと思います。で、 えっと、そうですね。でも、それ見ると、本当になんか歴史は繰り返すじゃないですけどね。まあまあまあ、でも、うーんでも、そんな中に、さすがになんか反射系の話を、さすがに中田敦彦さんでも入れ込めなかったっていうのがあって、本当の完成バージョンはそれを入れて話さなきゃいけないんでしょうけど、それはね、誰がやるのかな。<laughs> もうちょっとかな。もうちょっと崩れてからじゃないと難しいんじゃないですかね。はい。 でえー、とそして人は簡単に変わらんっていうのがあってですね、これはね、ガーシーさんがよく言ってましたけど、まあ、基本的にタレントのこと言ってましたけど、タレントもまあ事務所も私はまあそんな感じかなと思ってて、まあ、会社そのものはなんか代替わりして変わるっていうのはないわけじゃないので、いい方向性にね、ただ、そのいい方向性に、まあ、少なくともジャ,ジ,ャジャニーズとか、何て言うんだろ、まあその2代目でうまくいってる、何だっけ。 渡辺プロの2代目の人はなんか優秀だって話を聞いたことあってまあその人はの場合でもやっぱり当時の勢いっていうんですかね芸能界を支配するぐ,るぐらいレベルのまあことをやってたわけですけど、まあ、今その面影はそこまでないって感じじゃないですかだからうーん優秀でも現状維持が精一杯ってことなんでしょうねまあそういった意味において 現状維持か減って,いくかっていうのが精一杯でじゃあそ優秀じゃない場合はどうなるんだ問題っていうのがあるんですけどあの正月にジャーニーズ事務所がなんか。 コンプラーみたいなやつをコンプラー頑張りますとかですねファンファーストで頑張りますとかですねまあそういうのが一生懸命書いてあってその姿勢そのものはね表明そのものはいいんじゃないんですかっていうことでまあ実際はそれができるかどうかっていうところにかかるんですけどまあそんな簡単に変われるのかなっていうのは一つポイントでみんながやっぱり今めちゃくちゃ注目してるじゃないですか注目してる間は意外となんとかするかもしれないだからあの SMAP さん の時、要するに、えっと、スマップさんのあの問題が起きた後のやっぱり報道の仕方とかってやっぱり辞める側を下げるやつが多かったし結果その辞める側の3人のテレビの仕事もなくなっていったしそのなんていうの,の実際だから草薙さんが出てくるね主演で出てくるまで7年かかったとかね <laughs> まあとにかくそういうのが露骨に行われていたわけですけど、まあ、その経験を踏まえてあの今回 キンプリさんの場合はそこまでじゃなくてなんか買う子もなんか結構その、まあ、ラストに近いみたいな感じでちゃんとみんなが送り出してくれるような感じでやらせてくれてたって感じでだからやっぱりなんか現場のタレントさんとか普通にあの普通にしたいのにやっぱりこうトップのなんかこう指示みたいなので今まで我慢させられていたんだなっていうのがよくわかる話ですよね。でじゃあそのトップが変わりました。 娘さんになりましたってなった時にあの、まあ、その意図がね、まあ、どこまで伝わっていくのかっていうところでまあ普通の企業みたいな形で、まあ、なるべく自分を消してやっていくっていう戦略っぽいんですけどね、まあ、それによってどこまで消せるかっていう話ですけどねまあ分かりませんこれに関してはね今後見ていくしかないんですけどまあでも私もなんかそんなに人は簡単に変わらないっていうか。 なんかやっぱりそのなんか2代目の失敗した先輩としてよく大塚家具の話をしますけどあの人の時も結局、まあ、経歴もすごいしなんかやってることもうまくいきそうなことを言うわけですよ。だから時々ニュースになったりとかして今こういうことやってますああいうことやってますっていう感じであ方ほうほうって言って頑張ってんだなと思って見てたら知らない間に山田電機かなんかに何か。 売ることになってそれも前向きな話をされていてでも結果全部あのまあ吸収合併みたいな形になって取られちゃって終了みたいなまあそんな感じになっちゃいましたよねだからあのまあ似たような形になるのかそれからそれか今こんだけいろいろ言われちゃってるから中の人含めタレントとしてはやっぱり優秀な方が残ってるからみんなで奮起してねなんとかいい形でジャニーズを残すかもしれないですしねその辺はちょっとわからないとこありますがはい。 まあそんな形でね、ガ、えーシーさん復帰したらまたやるんじゃないかなというようなお話でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。